Hey guys! みんな、うんち味カレーとカレー味のうんこ、どっちが大好き？僕はうんぴーに興味深くて、ちょっと検索したんだ。そしたら、にちゃんクッキングにうんち味のカレーのレシピがあったんで、今日作っちゃいたいと思いますよ。で、用意するものは、センブリがどこの店にもなかったんで、仕方なく下にあったドクダミ拾ってきました。これで準備万端です。うんちカレー楽しみです。作りましょう。油を敷きます。ひき肉適当、人参とゴーヤと玉ねぎ投入。ここでドクダミのお茶を作ります。あ、まだ洗ってねえわこれ。ここでドクダミのお茶を入れます。お茶じゃないか、毒ダミの出汁を隠し味に毒ダミを入れます。カリを少々入れましょう。次はサンマさんを入れましょう。よし、臭くなったところでカレー粉を投入します。めちゃくちゃ臭い臭いを入れます。半端なく臭い、初めて嗅いだらもう死にそうだよ。トウモロコシ適量、しらたき、野菜ジュース、かりんとうガーリックを投入します。これでグツグツ煮込んで完成。うわーくそー、やばい、これ本当うんこの匂い。できました。もう匂いがやばいっす。うんこの匂いっす。あのね、決め手はね、あの草屋だね。草屋がもうすごいうんこの匂いを漂して、もう食欲を注がない匂い出して、まあ味ですよ。味がちゃんとあれになってないとダメっすね。やばいやばい、作った人にしか分かんないこの気持ち。人それぞれいろんな味出すんで、これぞっていうあれはないと思うんですけど、まあこれは一つの平均値のカレーだと思いますよ。カレーのうんぴーですね。僕のうんぴーに近いっすね。出したものをまた食べてる感じですね。っていうことなんで、うんち味カレー出した。ぜひみんなも、多分センブリ茶を入れると余計ひどいっす。 PDS 株式会社。